おはようございます。さあ、今朝はこのようなロケーションで車中泊してました。知床半島の一番先っちょですね。知床一番先っちょ、昆布がすごい打ち上がってる。さて、ここは根室海峡っていうんだっけかな。オホーツク海にも日本海にもならない微妙な位置です。海水に浸かっておきましょう。よいしょ。水はそんなに冷たくない。最高。国後島が見えております。今朝ね、釣りの人たちがやってまいりましたね。札幌ナンバーが続々とやってきますね。妻、おはようございます。いっぱい釣りの人が来てるよ、札幌ナンバーの。うん。オーライ。こんなところでしたよ、すみさん。ねえ、すごいいいところ。ねえ、知床半島の一番先っちょで今回車中泊しましたけども。人が多かったね。思いのほか釣りの人たちがね、いたから、まあ寂しくはなかったというか、ここ熊も出るらしいから、まあ人がいた方が安心してできたかもね。さて、お風呂入っていきましょうか。こちら。大泊温泉。今日はここに朝風呂しに来たんですが、なんと、なるほどね。お湯がたまらないと入浴ができない。本日は10時から入浴か。全然お湯がたまってない。確かに。じゃん。こんなロケーションのお風呂です。なんかね、ブルーシートで小屋が建てられてますなんて書いてあったんだけど、全くありませんでしたね。そしてまあ温泉というよりは溜めてるんですね、これね。さらにはしごで入るスタイル、なかなかワイルドスタイルだけど、入ったらこういう感じ、ババンババンバンバーンができたんだよね。国後島を眺めながら。残念、お湯も決して綺麗なわけではないので、また次回挑戦したいと思います。ちょっと足だけチャプチャプ。うわ、熱っ。入れない。とてもじゃないけど。小鳥さん、朝風呂はできませんでした。残念。予想以上にワイルド温泉だったよ。さあ、母ちゃん解説してください。今、知床半島の北端の、右側、東側を立っております。そして目の前に見える海は根室海峡でございます。根室海峡。この海の向こうに見えるのが国後島です。海鮮俺たちの島、国後島で。残念、早すぎた時間が。このルサーフィールドハウス、中覗いてみたかったんだけどな。先を急ぎます。また来るよ。また来れるかな。さあ、ラオスの市街地、こっから、知床峠に上がっていって、知床を探検。さあ、ウトロ知床峠方面に向かうぞ。 Here we go。 あれ見て、ラオス岳目の前。
じゃん。雄大ラウスだけ。知床センターの駐車場へ到着しました。ここからトレーラーを切り離してさらにね奥へ観光へ行きたいと思います。ここで待機です。トレーラーは切り離しましょう。ちょっとハワイのジャングルダメじゃない。ここやばい。でもね、一体どんなところへ行かなってくれるんだ。よし、ここからは一気にダート。プリさん、あなたはヒグマに会いたいですか？うん、会いたい。でも会ったら逃げなくちゃだよ。カモイワッカ、湯の滝。川に温泉が流れ込んでて、あったかい滝。どんな感じ？ぬるい、ぬるい。ぬるいね、川が。あ、ここはちょっと深いんじゃない？深いで、お風呂入れない。入ってもいいよ、着替えあるから。俺も入っちゃおうかな。さあ、カムイワッカの滝はここまでです。葵さん、気持ちいい？私たち親子入ったのはいいんですが、着替えをトレーラーに忘れてしまいましたので、このまま濡れパンツで帰りたいと思います。ね、塩分が非常に強い温泉。これ知床の山の上から川の中にね温泉が流れてきてます。知床五湖パークサービスセンター、今から展望台高架木道歩いていきます。やってきました、シャリシャリ。ウトロ漁協婦人部食堂チェケだ。オホーツク海鮮のランチでございます。楽しみです。ウトロ漁協婦人部食堂でございます。楽しみ。てん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 。三色丼いただきます。面白いわ、面白いわ。ラベイクラ、すごいうまい。知床の鮭うめぇ。ごちそうさまでした。うまかった、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 うまかった。ごちそうさまでした。天に続く道。じゃん。ここだー。てってれー。
く富良野で見てた景色だわ。あ、これひまわり畑じゃない？ほら。あ、本当だ。こんなロケーションでした。さあやってきました、ひまわり畑。ひまわり畑どうした、ちょっと元気ないぞ。想像していたひまわりとちょっと違うけど、まあいいか。ひまわりこれ全部咲いてたらすごかったんだろうな。けどすごく壮大な景色の中にいます。止め方下手くそ。いやでも素敵なとこだねここね、本当に。ちょっとひまわりは予想外だったから。やった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 、素敵なキャンプ場を見つけました。やったやった。なんと網走湖畔のすごい素敵なキャンプ場を発見しました。キャンプ場の受付に来ました。今日利用させていただこうしたらここで。そうしよう。うん、もちろん。あ、じゃあお願いします。お願いします。目満別キャンプ場。じゃーん、わー、俺たち夕日やばい。湖畔貸し切り。うわー最高。 ある3。この湖畔はどこでもいいって言ってた？うん、だってここ大丈夫って言ってたよ。ほんと？なんと俺たち、湖畔でキャンピングです。最高。ポキ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 アイ。ポキ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 アイ。さあ、北海道5日目。バーベキューナイト。同じ。カメラとウィンナーのさ。いやー、ようやく夜ご飯ですよ、妻。うん。何時ですか、今。8時よ。おい、お腹すいた人。はい。俺も。牛が焼けたぞ、みんな食え。小鳥食え。クロセオフル。クロセオフル。堀西のビーフいただきます。うん、やばい。堀西。あれ、なんか豚。完食。買ってきたものすべて焼き尽くしました。ごちそうさまでした、はい、まさかこんないい場所を見つけるとは思いませんでしたね。ねえ、ちょうどさ夕暮れ時でさ、うん、湖にさ夕日が照らされてさ、うん、なんかもうここにしてっていうロケーションだったもんね。ここ以外に考えられなくなっちゃうぐらい ね一瞬で持ってかれました。吸い寄せられるように言っちゃったからね。本当だね。しかも大人一人300円、子供一人200円、計1000円。ありえないでしょう。いいところに今日は泊まってます。くない。すごい景色です。Dude, that father is 10 men permed!